好き大好き超愛してる。は、毎城、大太郎の小説である。群像2004年1月号初出。同年8月講談社より単行本が刊行。副題は、UIU である。2004年8月7日に講談社より単行本が刊行された。単行本には、ファウスト創刊号に掲載された短編、ドリルホールインマイブレイン毎城本人のカラーイラスト数用が同時収録された。2006年に講談社のベルス版も刊行され、2008年には講談社文庫版が出た。文庫版のカバー総画は、毎城自身が描いている。第131回の芥川龍之介賞、候補作となった。池澤夏樹、山田栄美などは推したが、受賞は逃した。審査員の石原慎太郎からは、タイトルを見ただけでうんざりしたと評された。小説家である、主人公、修と主人公の恋人である、死んでしまった、柿糸口との恋愛小説。柿糸口愛、柿糸口2、柿糸口3で小説に分かれており、その小説の間に全く別の話になる SF 的な恋愛小説を挟むような形式になっている。順序としては、冒頭、里志頼子、柿糸口、愛、佐々木妙子、柿糸口2、におも、柿糸口3となる。ありがとうございます。